質問にたどり着いたなら答えはすぐそこだ。ラルフ・ワルド・エマーソン。私たちの生活は自問の連続です。服装を考えるとき、ランチを決めるとき、雑談の話題を模索するとき、人間関係のトラブルが起きたとき、斬新な企画を考えたいとき、日常のあらゆる場面でどうする、どうしたらいいのと自分に問いかけ、答えを導き行動しています。自分に質問をすることは自分に目を向けることです。その結果、他の誰よりも身近な自分を理解することができ、長所や短所が分かり、魅力も見えてきます。迷いや悩みが生じた時には、自分の力で解決できることなのかと問うことで抱え込まず、冷静に解決策を導くことができます。うまくいきすぎていると感じた時には、傲慢になっていないかしらと問うことで、自分の言動を客観的に見つめることができます。答えは常に自分の中にあるからです。自分に質問なんて何を聞けばいいかわからない、全問答のようでハードルが高い、自分を成長させる質問を考えるなんて難しくてできない、そんな風に構える必要はありません。自分への質問ですから、誰かが聞いているわけではありませんし、タブーもないからです。質問するたびに、自分だけでなく他人に対しても心が開かれ、今抱えている問題を解決するヒントが見えてきます。一歩一歩、なりたい自分に近づくことができます。まずは仕事もプライベートもうまくいく、心躍る明日、そして未来を迎えるための夜時間の使い方として始めてみてください。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、明日いいことが起きる、眠る前の自分への質問という本をご紹介したいと思います。皆さんに質問です。昨晩眠りにつく前にどんなことを考えていましたか？何も考えずに気がついたら寝ていた。なるほど、僕も同じです。ですが、寝る前に考えたことが寝ている間の無意識の脳に大きな影響を与えるんですって。さらに、そこで自分への質問をすることで、自分の理解が進み、自分の内面に変化を起こし、人生を好転させることができるということなんです。寝る前に考えることがそんな影響を持っているんだったら、ちょっとやってみたくなりますよね。著者は臼井由紀さん。病身の夫の後を継ぐ形で専業主婦から経営者に転身した臼井さんは、独自のビジネス手法で多額の負債を抱えていた会社を優良企業に復活させたんです。また、理学博士、健康医科学博士、行政書士、MBA など、様々な資格を短期間に取得するなど、その実践的な時間術や仕事術、勉強術には定評があり、多数の著書は累計170万部を超えています。そんな臼井さんが、寝る前の3分間で、自分自身に魔法をかける、自分への質問を教えてくれているのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では、幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。自分への質問は、自分を知る最強のツール。タイトルに惹かれ、本書を手に取っては見たものの、自分への質問なんて、そもそも必要があるのかしら、そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。質問とは、わからないところや疑わしい点について問うことを意味します。そのため、多くの人が自分以外の人にするものだと思っていたはずです。自分への質問と言われて、戸惑いを覚えるのも当然です。では、日々の自分の行動を思い出してみてください。夕食のメニューは何がいいかしら。少し太ったからダイエットを始めた方がいいよね。しばらく会っていないあの人に手紙を送ろうかな。こんな風に自分に確かめるように言葉を発したことはありませんか？
私たちは一日中頭の中で自分に問いかけながら行動しています。目が覚めたらまず歯を磨くのが毎日の習慣だったとしても、日によっては先に顔を洗ったり窓を開け放ち深呼吸をしたりすることもあるでしょう。歯を磨くよりも先にパソコンを起動させ、メールのチェックや最新ニュースを拾うこともあるはずです。それは意識していなくても頭の中で自分がどうしたいかを確認し、顔を洗いたい、新鮮な空気に触れたい、メールをチェックしたい、今何が起きているのかを知りたいなどといった返事を受け、一つ一つ行動しているからです。自分に問いかけることで自らの行動や思考を客観的な視点で振り返り、分析し、コントロールしているのです。言い換えると、自分への質問を意識して行うことで、自分の本当の気持ちや思いなど自分のことを知った上で行動できるというわけです。それでは最初の自分への質問を行っていただきましょう。あなたは今自分が何をしたいと思っているかわかりますか？これからどうしたいかわかりますか？いかがでしょうか？ほとんどの方がすぐに答えられなくて不安になったり、すぐに答えられたとしても答えては見たものの、心からそう言えるかというと自信がないことを言ってしまったとか、目標や目的、夢や希望がごちゃごちゃだなどと不安を覚えたりしているのではないでしょうか。それでいいんです。人は意外と自分のことなのに把握できていないもの。落ち着いて考えれば考えるほどに、自分が何をしたいのか、これからどうしたいのかがわからなくなって混乱した経験をお持ちの方も多いでしょう。だから不安に感じる必要はありません。いきなりこんな質問をされて明確に答えられる人の方が少ないのですから。ここで押さえていただきたいのは、この2つの質問は自分への質問として認識していなかったとしても、誰もが何度も考えたことがあるということ。そこで見つけた答えに気づきを得て人生を歩んできたはずです。自分への質問は自分の可能性を探り広げてくれるのです。質問は自分の可能性を広げる糧になる。夜の質問が果たす二つの役割、確認とエール。私は自分への質問には様々な役割と力があると考えています。主なものを挙げると次の二つです。1、確認。確認とは仕事だけでなくプライベートにおいても、自分が置かれている立場を見つめ、自分がやらなければいけないことを確かめることです。やりたいことをしっかり把握して行動するために念を押し、奮起させる質問を意味します。ワーキングママのあなたならば、仕事も家事も育児も完璧を求めすぎていないかしら。経営者のあなたならば、生産性を高めるチーム作りをしているかなというように質問していきます。すると必死になっていた人も、行動をためらっていた人も我に返ります。やるべきことの優先順位が分かり、落ち着いて物事に取り組むことができます。2、エール。エールとは、思うような結果が出ていなくても、誤解や中傷を受けたとしても、ダメ出しをしないことです。自分は自分の応援団長だと捉え、いいところを認め、励まし、明日へ向かう原動力になるような質問を意味します。例えば、素晴らしいアイデア、眠らせておいていいの？スランプになるのは、成功が近づいているからじゃないの？誤解や中傷も、あなたに関心があるからだと思わない？行動力があるから失敗もするんだよね。1年前は全くできなかったウェブ制作が、時間はかかるけれど今はできるじゃないの、というように優しく諭すように質問をしていきます。するとできる自分を見つけることができます。質問が持つ確認とエールの力が自分の軸を確かにしていきます。自分を変えたいという気持ちさえあれば、自分に質問することで新しい一歩を踏み出すきっかけが見つかり、今の自分をなりたい自分へ導くことができます。そろそろ
自分への質問にトライしたくなってきたのではありませんか？なりたい自分になるのは難しいことではありません。その気持ちを大切に、なりたい自分の姿を描きながら進めていきましょう。質問は明日へ向かう原動力になる。自分へ質問し続けると自分軸が整う。講演やセミナーなどで自分への質問のお話をすると、一番変わったことは何ですか？という質問をよくいただきます。そんな時、私はいつも次のようにお答えしています。対人恐怖症で話し下手、人付き合いが苦手だった私と縁が切れたことですね。そうお伝えすると皆さん驚かれるのですが、私にとってもこれは予想していなかったことでした。自分に質問をするうちに、人からよく見られたい、嫌われるのが怖いから沈黙しておこうなどといった思いにとらわれていたことに気づき、そのことによって少しずつ他人の目を意識することがなくなり、正しいと思ったことはきちんと伝えよう、沈黙からは何も生まれないと考えるようになっていきました。そして気づいた時には、相手の立場を尊重しながらも発言をする、意見を伝える私に変わったのです。これは自分への質問を通じて本心に気づき、素直になり、心が整い、自分の軸ができたからだと受け止めています。自分の軸とは、自分の中にある、何があってもぶれない信念や信条のことです。誰もが持っているものなのですが、心が揺れていたり、他人からの評価に重きを置いていたりすると、軸を見失ってしまい、ブレブレの状態になってしまいます。自分の軸をきちんと認識できる状態にあれば、社会や経済が揺らいでも、私は私、何があっても私は大丈夫と慌てずに行動できます。毎晩質問で自分の状態を正しい位置に戻すことで、自信と度胸、根性が据わった今以上に頼もしいあなたになります。その鍵が自分軸と言えるでしょう。夜の質問で自分を正しい状態に整える。自分への質問は夜、寝る前が最も効果的。ここからは自分への質問を夜、寝る前の時間帯に行う理由をお話ししましょう。人は過去の経験などによって、無意識のうちに蓄積された価値観や習慣、思い込みから形成された自覚されていない潜在意識と、普段認識できる論理的な思考や判断力、理性や知性など言葉にできる顕在意識の二つを持っています。願望実現に必要な割合は、潜在意識が 90%、顕在意識が 10% くらいだと言われています。また、人が活動する日中にメインで働くのは顕在意識です。一方、潜在意識は人が寝ている時に活発に働きます。この二つの意識は寝る前に切り替わるため、潜在意識にアプローチするのに適しているのは、寝る前のふわふわした気持ちのいい時間とされています。寝る前、意識が顕在意識から潜在意識に切り替わるときに、自分への質問をして、望む感情をイメージすることで、潜在意識は自分が本当に望んでいる感情をより強く読み取ってくれます。夜寝る前の自分への質問を習慣にすることで、感情が信念となり、本当に望む未来を引き寄せるのです。自分への質問の答えは、ゆっくり、ぼんやり考えて構いません。大事なのは、思考よりも感情です。質問の答えを考えるときは、望んだものを手に入れたときの感情も一緒にイメージしましょう。感情を先に潜在意識に刻み込ませることによって、願望を実現する力がより強くなります。夜、寝る前の3分が、あなたに輝かしい未来を引き寄せるのです。夜、寝る前の3分の自問習慣が、輝かしい未来を引き寄せる。寝る前の3分で、自分に魔法をかける。ここまでお読みいただいて、一体何を自分に聞いたらいいのだろうか、質問を上手に思いつくだろうか、などと不安に思った方もいるでしょう。
私にできるかしら。何をどんな風に聞けばいいだろうか。もしかしたら、このような質問を早速自分に投げかけた人もいるかもしれませんね。この状態を質問の第一の壁と私は言っています。初めのうちは誰だって慣れないもの。なかなかフレーズが思い浮かばないものでしょう。本書ではおすすめの質問を54個ご紹介しています。ぜひ皆さんの気持ちに合うものを選び、試してみてください。また、質問のやり方も大切です。夜、すべての用事を終えて眠りにつく直前、パジャマやジャージなどゆったりとした服装に着替え、ご自分が落ち着く姿勢になります。ソファーに座ってもいいですし、ベッドの中に入ってからでもいいでしょう。部屋の照明はできるだけ暗めにして、室温を心地よい適温にします。音楽をかけてもいいですが、できるだけ静かなものを選びましょう。準備が整ったら、最初の3日は次の質問を問いかけてみてください。今日1日、あなたは楽しく過ごせましたか？おそらくイエスかノーで答えられるのではないでしょうか。もし今日は何も楽しいことがなかったという答えが出てしまったら、本当にありませんでしたか？と再度尋ね、次のことを問いかけながら、その日1日、自分はどう過ごしたかを思い浮かべてみてください。今日はどんな作業をしましたか？ランチは誰と何を食べましたか？お客様や同僚とどんな会話をしましたか？一つ一つ振り返ってみると、何気ない一コマの中に思わず笑顔になっている瞬間が見つかるかもしれません。今日は資料を完成することができたな。A 君と食べたランチの牛丼は美味しかったな。得意先の B さんが商品を褒めてくれていたな。思い出そうとしなければ永遠に埋もれてしまう楽しかったこと、できたことは意外にたくさんあるものです。これらを見つけ出すことに質問の意味があります。楽しいことやできたことを思い浮かべると心がゆったりとしてきます。心身がリラックスするのを感じたら、思案を巡らせることをやめて眠りにつきましょう。これを3日間続けると自分の変化に気づくはずです。4日目からは本書で紹介している私や私の周りが実際に自分に問いかけて効果を感じた質問の中から自分の気持ちに合ったものを選んで問いかけてみてください。ある程度慣れたら自分に尋ねたいことを質問にして問いかけましょう。問い詰めるのではなく、親友と話すような感じで聞いてあげてくださいね。楽しいことを見つける質問習慣が幸運の扉を開く。どこかモヤモヤとした気分、不安や悩みを抱えていても、実際はそのなんとなく嫌な雰囲気を感じるだけになってしまう場合が多いですよね。それ以外にも、これからの夢や願望といったポジティブなことに対しても、意外とあまり考えたことがなかったり、ふわふわとした雰囲気レベルのままにしてしまっていますよね。こうやって自分自身のふんわりした部分を自分への質問により自分へ目を向けることで少しずつ少しずつ整理が進み、自分の思考の軸が作られていくというんです。しかもそれを寝る直前のタイミング、顕在意識から潜在意識に意識が切り替わるタイミングで行うことで、無意識レベルに自分の軸が植え付けられていくため、翌朝目覚めて顕在意識にスイッチした後も自分の軸をベースにした思考や行動ができるようになるんです。そう考えると寝る前のほんの数分の時間を自分のために使ってみたくなりますよね。本動画では本書の自分への質問の効果や寝る前に考えることの効果の雰囲気をご紹介しましたが、本書には人生を好転させる50以上の質問が紹介されています。3万人以上の方に質問を行ってきた著者がよりすぐりの、自信を持つ、今の自分を変える、人間関係の悩みから解放される、いいことが起きる、チャンスをつかむためのその日の状況に合わせた質問が紹介されているんです。自分の気になるテーマに応じた質問を選んで寝る前の3分間で考えてみてもいいですね。皆さんも寝る直前に自分にかける魔法を体験してみませんか？興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。
最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。